ゃあここから、スナイアーティスト直しさんの、パフォーマンスです。どうぞ。どうぞ。黒くまあ線を引いてある部分を削っている、うん、ということですよね。そう、そうです。じゃあなんかせっかくだから客席にもちょっと聞いてみましょうか。砂絵がどのように作られるかっていうのをご存知の方っています？はい、あ、ご存知の方手を挙げてください。知らない、知らないんだね。いや、知らないと思いますよ。というよりも、ね、うん、砂絵アーティストって直ししかいないぐらいのオリジナリティだと思います。だからね、今お客さんはすごい貴重な現場にいるわけだよね。そうですね、うん、僕も初めて見ます現場を。で、ね、僕そう一回直しさんから砂絵の作り方っていうののコマ撮りで撮った写真が僕のところに来て、うん、はい、これを YouTube で流したいから、うん、映像にしてくれって言われたことがあって、うん、映像にしたことがあるんですけど、結構ね不思議ですよね、やっぱり、うん、だから多分あれだよね、今下絵があったのが今どんどんなくなってるけれども、おそらく欲しい色のところを一旦削って、そこにその色の砂をまぶしてって感じなんじゃないのかな。ですかね、分かんないですね。分かんないね、どうなるのか。これはあれか、実際その工程に行くまで見守ってる方がいいのかな、もしかして。そう、そうらしいよ。でも、うん、そうそうそう、でもそういう疑問が湧きますよね。今から分かると思いますよ。かはあ、うん、確かにこれはちょっと寄せないとできない。ちょっとこれやった後ズームいっぺん入れますね。うん、はい、え、これズームできんの？できます。ちょっととりあえず、まあ、まず大丈夫です。あ、でき、あ、されてる、されてる。すげえ。ちょっと寄りすぎ。誰が操作してんのこれ？ここでします。よし、じゃあ行きましょう。はい、お願いします。はいはいはい、おー、そう、キャラがいたんです、ちゃんといたんですよ、その直しの毎度の、うん、このおなじみの、おなじみの目。今さっき画面から消えてちゃちゃってやってた時に、その全部のまつげとか鼻とかをやってたんですよ。あの赤い部分が頭ってことですよね。そうですね。ちょっと引き、完成です。